ルイージ・ガルバーニは、イタリアのボローニャ出身の医師、物理学者である。ガルバーニとも表記する。1771年、電気火花を当てると死んだカエルの筋肉が痙攣することを発見。これが生体電気研究の端緒となり、今日の神経系の電気パターンや信号の研究につながっている。はじめ進学を学び、 本人は、教会の聖職者となることを望んでいたが、両親は医者になるよう教育を受けさせた。ガルバーニは、ボローニャの医学校で学び、父と同じ医者になった。1762年ボローニャ大学の医学教授に、就任、1775年、同大学の解剖学教授となった。腕の良い寡黙な教授として評判になる。特に鳥類の聴覚器や、泌尿器、 生殖期の比較解剖学的研究で有名になった。なお、1764年には、同大学の別の教授の娘と結婚。最終的には学長になった。1780年11月、患者のためのスープの材料として、カエルの解剖をする際に切断用と固定用の二つの、メスをカエルの足に差し入れるとこれが震えるのを発見。 カエルの足の中に電気が起こるのを見つけたガルバーニの発見は電気に関する発見の口火となった。ガルバーニは1791年にデビラーボス、エレクトリスティティスインモツマススキアラーイコマンテリアスを表し、上述の現象は生物の中に電気が蓄えられる動物電気によると推論を立てた。ガレノス以来筋肉が動くのは神経が何らかの液体を運び、 筋肉を膨張させるためだと考えられていた。ガルバーニの発見はこれを否定するもので、電気と筋収縮に関係があることを明らかにしたものである。ガルバーニは筋肉を収縮させる力を動物電気と名付けた。ガルバーニや同時代の科学者らは神経によって運ばれる電気流体が筋肉の収縮を起こすと解釈した。この現象を アレッサンドロ・ボルタがガルバーニにちなんでガルバーニ電気と名付けた。今ではこのような生物学的現象の研究は電気生理学と呼ばれておりガルバーニ電気は歴史的な文脈でしか使われない。ボルタはガルバーニの実験からさらに研究を進めて電池を発明した。ガルバーニの名はガルバニ電池としても残っているがガルバーニ本人は電気は 生態が発するものだと考えており、電池を作ったわけではない。ガルバーニ自身は正規論を尊重していたため、電気を生命の基本要素とは見ていなかった。ガルバーニは動物電気は筋肉内で発生すると信じていた。同時大臣のアレッサンドロ・ボルタは逆に動物電気を物理的現象と捉え、二つの異なる金属を変えるの。 足を通して触れ合わせることにより発生したと考えた。両者で論争が起こり、1800年のボルタ電池の発明で、ボルタに軍配が上がる。ガルバーニが考えたように、生命活動は電気的なものであり、特に生体を構成する細胞それぞれに細胞電位があるが、その電気を発生する仕組みは化学電池と同じであり、生体以外でも再現可能だという点で、 ボルタの直感は正しかった。ボルタはガルバーニの言う動物電気は流体だという結論には同意しなかったが、両者は意見は違えども互いに尊敬し合っており、ボルタは化学反応で発生した直流の電気をガルベネザムと名付けた。電気発生の仕組みについての意見の対立から、ボルタは相手の理論が間違っていることを示すために世界初の電池を作った。 それが、ボルタ電池と呼ばれるようになった。ガルバニ電池とは、ボルタ電池なども含めた、化学電池が電気を発生する仕組み、あるいは同様の電気化学的な系を指すもので、特定の電池を意味しない。この背景としてボルタはイタリアを征服したナポレオンに、数系の念を持ち、ガルバーニは、生涯を通じて、ナポレオンを嫌った感情の対立も挙げられ、結果として、ガルバーニが、 ボローニャ大学を去るが、現在のイタリアでは、圧倒的にガルバーニは愛国者として、親愛の対象となっている。ボローニャのガルバーニ広場にあるルイージ・ガルバーニの、モーニュメントガルバーニのボローニャにある成果は、今も保存されている。ボローニャ大学に面したガルバーニ広場には、ガルバーニの大きな大理石像があり、手にカエルの足を乗せたいと思っている。ありがとうございます。